はい、どうも、速稼塾の久保でございます。今日はね、8月31日、朝4時58分になります。まあ、8月も終わっちゃいましたね。夏が終わりました。そして明日から9月が始まります。いかがでした？トレードの方は力がつきましたか？あ、そして、これは攻略したかなって言ったね、そんな技、瞬間がいくつかあったでしょうか？それがなければね、この7月、8月、大いに反省して、9月からもう一回ね、一からやり直すつもりで、まずは専門用語から覚えた方がいいと思います。というところでね、去年販売した私の速稼塾の基礎講座、こちらの方またね再販売しようと思いますので、ご希望の方はまたメールをお寄せいただければと思います。ぶっちゃけブックオフにある FX の本の基礎用語単語集、こういったものを読めばいくらでも学べることです。でも本ではなかなか学べないんだよなって方がいらっしゃいましたら、私のね動画音声、1日1分前後の講義を3ヶ月にわたってお送りして、それによって FX に必要な専門用語を覚えていただくっていうコースになってますので、こちらの方ご検討ください。もしすぐ欲しいよって方がいらっしゃいましたらね、メールなどでお問い合わせいただければと思います。それでは前提は終わりました。8月が終わってですね、来年こそは自由でお金に困らない、そんな暮らしを送っていこうかなと思う方は、FX これからもよろしくお願いします。8月終わってもね、9月、10月、11月と相場はずっと続きますんで、まだまだ、ね、チャンスはあります。それではね、月末の相場解説に入っていこうかと思いますので、画面を切り替えてご覧いただきます。こちらです。まずはデイリーから見ていきますけども、デイリー覚えてますか？上の方がこういう風に整っていて、横一線。で、下の方が広がっていきますよっていう風なお話しましたね。その後、どんどんレンジに向かったって収束してるんじゃないかなってことをお話したと思います。収束ね。まさにそうなってるでしょ。まあ、というところでね、フォーメーションが見えてきたと思います。ついでにもう一本引くと、ダイヤモンドみたいになるわけなんですよ。で、ここが上昇トレンドね。で、ここが下降トレンド。ここも上昇トレンド。はい、下降トレンドがこう。で、転換しているところがそれぞれ、ここと、ここと、ここと、ここ。補助線を常に引くようにしてくださいね。で、このダイヤモンドは、要するに上に行くか下に行くか分からないって状態のところなんですよ。継続して下に向かうこともありますが、ありますがね。例えばここを起点にして、もう上昇に転じましたよっていうこともあり得るわけなんですよ。ですんでね、今は上に行くのか下に行くのかを見極める時期だよってことを話しました。4時間の方に行ってみます。4時間の方ね。こういうふうにお話したこともあったと思います。しかし、反面、こういった見方もできますよね。レンジってことです。レンジになると、上の方に跳ねるか下の方に跳ねるか分かんない、収束していくってことになりますし、移動平均線がほら、ここもそうですけども、横一線にピターッと並んできたでしょ。トレンドを書くときってこうやって広がってるんですよ。これ広がってるんですよね。こういうふうに。トレンドを書くときは。だから広がりのこの辺りでエントリーしましょうねってお話をしてるんですがね。でも今は収束してますんで、エントリーを積極的にするというよりも、ブレイクした方向についていくってことになりますので、110円の140を超えたら、バイにエントリー。で、109円の510を超えたら、セルにエントリー。こういった感覚で見ていけばいいと思いますよ。で、1時間の方を見ていきましょう。はい。1時間の方を見ていくと、どうでしょうか。横ばいになっているんじゃないですか。ね、特に、ここ3つが揃えかけてるでしょ。だから、あとブレイク待つだけなんですよ。当然、セルのブレイクポイントはこちらです。109円の700。ここ、下に割ったら、セルしましょう。で、バイの方はね、ちょっと難しいんですけども、まあ、前回高値ぐらいでいいんじゃないですか。あ、そして、ここがそのままゾーンになってますからね。ですので110円の150を超えたあたりで倍の方に入ればいいと思いますけども、ちょっとね距離がありますよね、ここからはね。まあ、ですのでここで取れる人は取ればいいと思いますけども、ただ収束してブレイクするときはおそらく私下に行くと思うんですよね。だから上へのエントリーは今回見送ります。上に行くとしたら跳ね返って、ここから下に行く狙い、110円の150で反転狙いにしますね。
はい、というところで解説の方は以上です。8月もお疲れ様でした。9月はね、12月がありますからね、9、10、11、12と。ですから、夏場とかね、春みたいにエントリーできる瞬間はそんなに多くはないです。だから一日一日大切にしていかなきゃなりませんしね。皆さんと一緒にこうやって学んできて、そろそろ勝てたんじゃないかなと。コロナの前から FX やってる人で、まだ勝ててないとしたら、それはね、ちょっとね、真剣味が足りないんで、ちょっとちゃんとやれよということです。ここ数ヶ月とか半年で始められた方は、まだまだね、下地固めの時ですから、トレードを焦るんじゃなくて、専門用語をきっちりと覚えていきましょう。ということでね、専門用語まだ入ってない方は、速稼塾の基礎講座初級編、こちらの方をご検討ください。それでは本日は以上です。